エレン・デ・ジェネレスは、アメリカ合衆国ルイジアナ州出身のコメディアン、女優である。スタンダップコメディアンとして、自身のキャリアをスタートさせ、その後は演じるだけでなく、プロデューサーや、脚本家としても活躍している。ルイジアナ州メテリーにて生まれる。保健代理業のエリオット・エベレット・デ・ジェネレスと、言語両方詞であるエリザベス・ジェイン・デ・ジェネレスの娘で、ある。 プロデューサーでありミュージシャンである兄バンス・デジェネレスがいる。13歳までクリスチャンサイエンスを信仰していた。1973年、両親が別居し翌年離婚。まもなく母はセールスマンのロイ・グルスセンドルフと再婚。デジェネレスは母とグルスセンドルフと共にニューオーリンズ近郊からテキサス州アトランタへ引っ越した。兄は父親のもとに泊まった。 ルイジアナシューメテリーのグレースキング高等学校に一年、通った後、1976年5月、アトランタ高等学校を卒業。コミュニケーション学を学ぶため、ニューオーリンズ大学に進学。しかし一学期終了後、いとこのローラ疑念と共に、法律事務所で働くため中退。さらにレイクサイドショッピングセンター内のチェーン、医療店メリーゴーランドでセールスの仕事も得た。 他に、J.C.Penney, T.G.I. Fridays や、その他のレストランでのウェイトレス、塗装業、ホステス、バーテンダーなどの仕事経験がある。現在のコメディの仕事に、子供時代や仕事上での経験が活かされている。2011年2月9日のエレンの部屋で観客の前で披露されたニューイングランド系府学会からの手紙により、トーマス・フェアファックスを起点として、キャサリンヒトは、 遠い親戚であることが判明した。フランス人、イギリス人、アイルランド人、ドイツ人の血を引いている。小さなクラブや喫茶店でスタンダップコメディを開始。1981年、ニューオーリンズにあるクライドズコメディクラブで司会業を始めた。この頃のデジェネレスは、ウディアレンやスティーブ・マーティンの影響を受けていた。1982年、ショータイムで、 全米一面白い人物に選ばれ、1980年代初頭全米ツアー公演を観光。1986年、ジョニー・カーソンのトゥナイトショーに初出演し、ボブ・ニューハートになぞらえられた。この番組での初めてのコメディエンヌとなった。1980年代後半から1990年代前半、テレビドラマのシチュエーションコメディ、オープンハウス、映画、 コーンヘッズなどに出演。1992年、プロデューサーのニール・マーレンズとキャロル・ブラックは、ローリー・ヒルで、看護師のナンシー・マッキンタイヤとしてキャスティングした。このドラマは、たった4回で打ち切りとなったが、マーレンズとブラックは、彼女の演技を、とても気に入り、すぐに次のディビット・エス・ローゼンタールとの共作で、ABC の作品、テーゼ・フレンズ・オブ・マインに起用した。 シリーズ映画のエレンのエナジーアドベンチャーが開始され、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内のエプコットのユニバース・オブ・エナジーのアトラクションの一部となった。ビル内、アレックス・トレベック、マイケル・リチャーズ、ジェイミー・リー・カー,ーティスなどが出演していた。彼女が眠りに落ち、夢の中でエナジーをテーマとしたクイズ番組、ジェバディ。内で、ジェイミー・リー・カー,ーティスとアルベルト・アインシュタインと対戦する。 などのエピソードが作られた。次の作品は、ビルナイと共に進めていく、教育的作品であった。1996年9月15日、エレン・エスエネルギー・クライシスとして公開されたが、聞こえの良い、エレン・エスエネルギー・アドベンチャーに、名前が変えられた。1994年から1998年、彼女のコメディセンスを基礎とした、シットコム、 エレンの主人公を演じて人気を博す。ABC で放送され、彼女の観察力を活かしたコメディは、最初の数シーズンは特に人気があり、女性版、隣のサインフェルドと評されることもあった。1997年2月、オプラ・ウィンフリー賞でカミングアウトしたことをきっかけに、エレンの人気は高まった。4月、エレンでオプラ・ウィンフリー扮するセラピストにより、 役であるエレン・モーガンがレズビアンであることをカミングアウトすることとなった。ザ・パピーエピソードを副題とする、この回はエレンの中でも高視聴率のエピソードの一つである。その後、人気にそぐわず視聴率は下降して、エレンは打ち切りとなり、スタンダップコメディ界に戻り、後にトーク番組のホストとして成功する。2001年、CBS でザ・レンショーが始まったが、 視聴率が低く1シーズンで終了。2003年9月からは昼のトーク番組エレンの部屋のホストを務めている。当初シャロン・オズボーンやリトラ・ドナーなどセレブリティがホストのトークショーがいくつかあったが、ニール戦車の視聴率調査では常に上位にあり、批評家からの評判も良かった。第1シーズンでデータイムエミー賞11部門にノミネートされ、最優秀。 トーク賞賞を含む4部門で受賞した。最初の3シーズンのうちに25のエミー賞を受賞。この番組の冒頭や CM の間に観客とダンスをしたり歌ったりする。番組協賛により観客にプレゼントや無料旅行などが与えられたりする。2006年2月、早期に大学を去った彼女と30年ぶりの同級会が番組内で行われた。 彼女は発光ダイオードを使用した看板をアトランタ高等学校に寄付した。2006年5月、ニューオーリンズのテューレーエン大学の卒業式にサプライズで登場。ジョージ・ H.W. ブッシュとビル・クリントンに続き、バスローブと毛で覆われたスリッパで登壇し、みんなローブを着てくると聞かされたからと言った。2009年にも同大学の卒業式でスピーチをした。 2007年3月、ユニバーサル・オーランドリゾートで1週間中継された。ハルクローラーコースターとジョーズボートに乗ってのコントもあった。2007年5月、背中の人体損傷のため療養となったが、看護師が付き添いながら、病院のベッドから番組を続け、番組を続けろと言われたと説明。ゲストも病院のベッドに座った。2009年5月1日、 放送戦回を祝い、オプラ・ウィン・フリー、ジャスティン・ティン・バー・レイク、パリス・ヒルトンなどのゲストが登場した。人種差別疑惑2020年2月、YouTube の公式チャンネルに、エレンがポン、ジュノにヌード写真を送ったが、彼から返事はなかったという題名の動画を上げた。ポンは、英語が苦手であり、そのことをからかった動画である。これを見た視聴者からは、デジェネレスの行動は、 人種差別であるとの指摘が上がっている。番組プロデューサーによるパワーハラスメント疑惑2020年夏頃に複数の現場スタッフが番組開始当初から複数の番組プロデューサー等からパワーハラスメント等を受けていたことを告発。その後、番組プロデューサー3人が処分を受け、エレン自身も直接謝罪した。しかし、エレン自身は直接、 これらの行為を行っていなかったとはいえ、それを知りながら見て胸振りをしていたことに変わりはなく、さらに、同年12月に、エレン自身が COVID-19 に感染していたことを公表した際のコメントが問題視されたこともあり、当番組の視聴率が急落。その結果、ゲスト出演を拒否するセレブリティも相次いだ。この影響で2021年5月11日、2022年の シーズン19で番組が終了することが発表された。2009年9月9日、アメリカンアイドルシーズン9でポーラアブドゥルに代わり審査員となり、オーディションの後のハリウッド・ウィークから出演することが発表された。少なくとも5シーズン分契約したと見込まれていた。2010年2月9日、アメリカンアイドル初登場。2010年7月29日、 彼女とフォックス放送から1シーズンのみで辞めることが発表された。あまり自分に合っていなかったとのこと。1996年、1997年のグラミー賞で司会を務めた経験もある。2001年11月4日、エミー賞受賞式の司会をしたことで知名度が高まった。9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の 直後に開催される予定だったが2回延期され、テロ後のアメリカの雰囲気を明るくするようなエレンのユーモアに富んだ司会が高く評価され、彼女のパフォーマンスやユダヤ人に囲まれたスーツ姿のレズビアンの女性に会う、ことほどタリバンが驚くことはないなどのジョークは賞賛された。2003年には他のコメディアンと共同司会、2005年8月、2005年9月18日の プライムタイムエミー賞受賞式の司会をすることが発表された。この受賞式はハリケーンカトリーナの3週間後で彼女にとってアメリカの危機直後の司会は2回目となった。1996年と1997年にはグラミー賞受賞式の司会もしている。2006年9月7日、2007年2月25日に行われる第79回アカデミー賞受賞式に ウーピーゴールドバーグに次ぐ、史上二人目の単独での女性司会者として抜擢された。ゲイであることを公表している。最初のアカデミー賞受賞式司会者となった。受賞式の中で彼女は、なんて素晴らしい夜だろう。人種、宗教、性的思向に関してネガティブなことを言われてきたが、そんな多様な人たちが一つの部屋に集まっている。そして私はこれを広めていきたい。 もし黒人もユダヤ人もゲイもいなかったらオスカーはなかったでしょう。あるいはそれについて考えた人がオスカーを作り出したでしょう。と言った。この授賞式を見た人々の反応は肯定的であり、彼女はかっこよかった。彼女は授賞式会場の人々を楽しませるだけではなく、家で視聴している人々も楽しませたなどと言われた。しかしレギス・フィルビンはただ一つ、 エレンでは力不足だったと言った。彼女はこのアカデミー賞受賞式の放送がエミー賞にノミネートされた。多くの俳優見客本家と同様、彼女も米国テレビラジオ放送芸術家組合と全米脚本家組合の双方に加盟している。そのため2007年から2008年、全米脚本家組合ストライキには表面上支持していたが、 ストライキが始まった翌日から参加していない。代理人によると、ストライキが始まった11月は、視聴率競争も激しく、契約に違反することも、番組を遅らせることもできない。そして番組はチームで作るものであり、彼女自身の勝手な行動はできない、としている。米国テレビラジオ放送芸術家組合が彼女を擁護したことを全米脚本家組合は非難している。 2014年3月2日に行われた第86回アカデミー賞受賞式に再び司会者として抜擢された。当初からスマートフォンで写真を撮るなど自由奔放な様子で司会を務めていたが、その中で撮影された1枚の記念写真がツイッターで332万回以上もリツイートされて話題となった。写真にはエレンをはじめとしてブラッド・ピット、アンジェリーナ・ジョリー、 ブラッドリー・クーパー、ジェニファー・ローレンス、メリル・ストリープ、ジュリア・ロバーツ、ケビン・スペーシー、ジャレット・レ・トラが映っていた。なお、撮影は、エレンのサムスン・ギャラクシーで行われたが、撮影したのは、ブラッドリー・クーパーである。2003年夏公開のディズニーピクサーの映画、ファインディングにもでは重度の健忘症のドリーの声を、担当。監督のアンドリュース・タントンは、彼女の番組内で、 彼女を起用した理由を、一つの文が終わらないうちに5回も、テーマを変えたからと話した。サイエンスフィクションファンタジーホラー界のアカデミーとされる、サターン賞で最優秀女演女優賞、ニコロデオンキッズチョイスアワードで、アニメ映画声優賞、国際アニメーション映画協会のアニー賞の最優秀声優賞を受賞し、シカゴ映画批評家協会の最優秀女演女優賞。 MTV ムービーアワードのコメディ演ン賞にノミネートされた。また、エディマーフィシュミ映画ドクタードリトル冒頭の犬の声も担当している。サターン賞での彼女の受賞は、サターン賞で声優業に与えられた唯一の受賞である。2004年11月、アメリカンエキスプレスのコマーシャルにダンスで出演した。一番新しい彼女のアメリカンエキスプレスのコマーシャルは、 2006年11月公開のオグルビアンドメーザー製作の2分間動物と共演した白黒のものである。2007年、このコマーシャルはエミー賞の最優秀コマーシャル賞を受賞した。2008年9月、動物実験をしていると言われるプロクターギャンブルの化粧品カバーガールのコマーシャルに出演を開始し批判される。2009年1月より彼女の顔に焦点を当てた。 コマーシャルとなった。彼女にとって女性の美に関する活動はこれが最初となった。2011年12月3日、ロサンゼルスカウンティ美術館で行われたデビットリンチ基金の第3回の祭事に出席した。2012年春、JC ペニーの広告塔となった。2010年5月26日、イレブンイレブンという自身のレコード会社を設立。社名は ちょうど11時11分に時計を見ることが多いこと、11歳のグレイソン・チャンスと会ったこと、彼のサッカーのジャージの背番号が11であったことなどから数比術により決めたとし、YouTube を見て起業したとしている。グレイソン・チャンス、トム・アンドリュース、ジェシカ・シンプソンが所属している。1997年から2000年までアン・ヘッシュと交際していた。 2001年から2004年、女優兼監督兼写真家のアレクサンドラ・ヘディソンと交際し、2004年後に破局。すでに破局を公表した後、アドボケート氏の表紙に二人で登場した。2004年から、女優のポーシャデロッシと交際を始め、2005年には二人で、ブラッド・ピットとジェニファー・アニストンが以前住んでいた家を購入したと報道されたが、その後自身の番組でこれを否定した。 2008年5月16日、カリフォルニア州が同性同士の結婚を認める判決を下したのを受け、自身のテレビ番組エレンの部屋で、ポーシャ・デ・ロッシとの結婚を進めていることを表明、ロッシにサンカラットのピンクダイヤモンドの指輪をプレゼントした。その後、8月16日にビバリーヒルズの自宅で彼女らの母親たちを含み19人の招待客で挙式を行った。 2008年11月4日の提案8号可決により、二人の結婚の合法性が疑問視されたが、可決前に婚姻が始まったことから、カリフォルニア最高裁判所は合憲であると判断した。二人は三匹の犬と四匹の猫と共に、ビバリーヒルズに住んでいる。パートナーのポーシャデロッシと共にビーガンである。2010年、ファームサンクチュアリの七面鳥保護キャンペーン大使に、 就任し、感謝祭に七面鳥を食べる代わりに守ることを新しい監修にしようと提案している。2010年8月6日、デロシ氏は法的にポーシャリー・ジェームス・デジェネレスと名を変える単案をし、2010年9月23日認可された。彼女の本、ラブ・エレンによると、 母のエリザベス・デジェネレスは彼女にレズビアンであることを打ち明けられた時はショックを受けたが今では彼女の一番の味方の一人であり現在レズビアン芸の親家族友人の会の会員として活動し人権運動のカミングアウトプロジェクトの広告塔となっている2007年ホーブス氏は彼女の純資産は6500万ドルと見積もっている彼女は NFL のファンで特に ニューオーリンズ・セインツとグリーンベイ・パッカーズを応援している。2011年、プロフットボール殿堂入りしているパッカーズのドン・ハトソンのユニフォームを着て、セインツの練習に参加した。2016年6月10日のコンサート終了後、射殺されたクリスティーナ・グリミーについて、2011年にエレンの部屋にて彼女をゲストとして迎えたことのある。エレンは若くて才能のあった彼女は、 まだまだこれからの人だった。私の愛を彼女の家族とファンへ送ります。と投稿した。エミー賞受賞式にて1995年に出版したマイポイントアイドゥハブアン2003年に出版したザガニーシングイズはニューヨークタイムズのベストセラーリストに載ったことがある。2008年ハリス世論調査が毎年発表している。 アメリカで最もポピュラーなテレビジョンパーソナリティのテレビ部門で6年連続で1位をキープしていたオプラウィンフリーを押しのけ1位に輝いた。ありがとうございます。